どうもこんばんは、白井弘明です。グリップをですね、フィンガーで握ってますか、パームで握ってますか、要は指で握ってるか手のひらで握ってるかでゴルフ変わりますよ。本当にそんな大事なの？めっちゃくちゃ大事。平井弘明のワンナップゴルフ。軽く言うよ、うん、こうやって指で握って、うん、ここで指で握るのね、俺は、うん、こうやって、うん、指で握ると押せる方向って2つしかないの、こっち進行方向と自分側、こっちとこっちにしか押せないよね。こうやって握るでしょ、うんうん、こうやってザッて握るでしょ、うん、これ360度押せるわけよ。だからクラブがどこにいるか分かんないの、当てられないの。逆にそう、圧が分かんない。これだってさ、落ちる方向が分かるわけよ、はいはいはい、だからあって反応できるわけ、うんうん、だから指でみんな握るのね。そう、だからフィンガーで握るとこっちと、要はピックアップと押す、うん、あの進行方向にしか俺は押さないでしょ、うんうんうん、だからフィンガーで握るのね、こうやって。そう、でもこうやって握グッて、こうやってざっと握っちゃうと全方向を動かせるわけよ。だからクラブがどういう動きでミスをしてて、どういう方向に圧がかかっててっていうのが分からない、うん、だから俺右手こういう厚いグローブっていうか手袋したら打てない。そういうグリップの握る位置と握り方でクラブの感じ方が変わる。これでもパームもあるんでしょ？あるよ、あるある。ただ意外と左手のことを言ってる人が多くて、もちろん右もありなんだけど、うん、両方手のひらパームで握る人っていうのは大体両手で打つからね、うん、あそう、一体感で。だからリストも使わない、綺麗にボディーターンで力感なしで打つ方が大体パームで握る方が多い。プロでもいる、そういう人いるいるいる。女子プロなんか多いんじゃないかな。あ、そうなんだ、うん、もちろん何が正解ではないけども、うん、パームで握ったらこういうスイングタイプが合いますよ、うんうんうん、フィンガーで握ったらこういうスイングタイプが合いますよっていうのがあるっていう感じ、うん、こっちで握ってんのに全然逆の方向のスイングしちゃうと、うん、感覚がわからないくなっちゃう、うんうんうん、それはねすごくあって、だから自分のスイングタイプはどっちタイプのグリップっていう感じ、うん、ざっと言うと、うん、クラブをこうやって振って使うのはフィンガータイプなの、ね、こうやって安定感で、こうやって一体感で、こうやってベターってこうやって、あ、なるほど、振るのはパームタイプっていう。なるほどね、がっつり固めてっていうか、そう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 、のがパームなんだ、うん、体を回すみたいな方が、そう、押しも引きもしないのがパーム、なんかアクション加えるならフィンガーっていう。ああ、なるほどね、うん、それがこう、まあ分け方というか、うん、ジャッジの仕方でいいと思いますね。それでそれはね、グリップで変わります、まあ、パターなんかもそうですけど、パターも、うん、パターね、うん、こう上からこうやってグリップを握る方もいるの、うん、そうすると、うん、肘ってこうやってエラ張るのね、うん、そうエラ張るとこうやってこういうもちろんスイングになる、うん、でもこうやって脇をこうくっつけて、うん、そうするとグリップって下から握るんだよね、ちょっと、はいはいはい、こうやってそうするとエラがこう肘が収まるでしょ、うん、収まると肘くっつけて、うん、こうやって同調がしやすいですよっていう。そうだね。そう。だからそういうのもパッと気づけた方がいい。腕と体が同調して回転でこうやって打ちたい人はグリップを下から握った方が肘がこうやって収まるから、うん、そういうグリップ、下から握るグリップの方がいいですよっていう。ヘッドをこうやって使いたいんだったら肘離してこうリストの感じでこう打ちたいんだったらこう多少上から握った方がいいですよ。まあ、それによっても全然違うし、あとハンドアップハンドダウンでも違うし、うん、ハンドアップだったら多少上から握っても下から握っても、まあ、握りやすい方でもちろんいいし、いろいろ変えて自分の握りやすいように何かをするんだったら逆をやらない方がいいってこと。あ、やりたい方と逆の向き、うん、つけたいのに上から握っちゃったらつけられないし、うん、窮屈になっちゃうし、そういうものがこう判断できてくると変わってきますね、本当にゴルフが。あれでも今のパター聞いて思ったけど、パームで握った方がティーは崩れにくくなるの、うん、あ、崩れにくいね、その普通のパターじゃないクラブ、うん、ショットの時に、うんうんうん、そう、こうやってね、そうだよね、うん、あんまり手を使わないんだから、うん、さっきも言ったように何もしないスイングっていうか同調の感じが強いからアクセルも踏めないんだよね、なかなか。あ、そうだからこれでアクセル踏むと遅れ出す、うん、遅れ出さないようにまたこうやって強く起こす、うん、ってなってこれれば、うん、どんどん回転スピード上げられるから、はいはい、それでも飛ばせる。確かに T 字は崩れにくいね、パームで握って
自分の前にこうやって持たせてあげた方がこうやってできやすいね、うんうん、けどフィンガーで握って T 字を崩れないように打たないといけないんだもんね、うんうん、そうピックアップもしなきゃいけないし、あこうやって昨日かなこうやって握る人がいた、はいはいはい、その方に、うん、もう指でフィンガーで握ってくださいっつって、うん、やったら結構いいショットを打って帰ってもらったんだけど、フィンガーで握ると、うん、こうやってピックアップできますっていう、すごいですねっつって、そうなんだ、うん、持ち方変えただけで、そうなんですよっつって、こうやってやってるとピックアップできないんだよ、うん、こうやってやるから、はい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 、そうこれはさねじってる、うんうんうん、そうピックアップってさこうやってやるだけじゃん、うん、そうだから指なんだよね、はいはいはい、そうフィンガーで握ってればピックアップできる。こうやって それをやってもらって2回目のレッスンその方ね、うん、ラグビーやってる方めちゃくちゃパワー全然こうショットが飛ばないし、うん、上がっていかないし左行くって言われる、まあ、それをやって左行かなくなって、うん、でめちゃくちゃ打感も良くて、うん、音も良くなっていい球がね出るようになったんだけど今握り方を変えて、うん、打ち方のっていうかクラブのこう出し方をちょっと変えたんだけどそしたらすっごい感じが良くなってドライバーなんかもすごく良くて本当グリップ一つでクラブの、うん重さを感じるその感じ方が変わるんでスイングが変わるって感じ握る、まあ、それどこで握るとかやった方がいいのかな第一関節のところにこの一番下がこうやってくるようにこう俺は握るのねこうやって、うんうん、そう左でそれやると抜けちゃうから左は第一と第二の間を一番下に持ってくるのねこうやってそうだから左はねこれぐらい開くのよ、うんうん、手の中これあんまり見せないもん動画じゃそうだね、うん、左これぐらい空いてんの、うん、右はもっと空いてる右はねこんなもん右こんなもんで握ってんのほんと指先だねそうほんとねこの中に入れる感じああそうだからここ関係ないんだよねあそうかここでしかグリップしてないの、うん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 、そうこういう感じだからこういう感じなるほどこうこうじゃないからね。はいはい。こういう感じ。あ、ほんと、フィンガーだからこれ指じゃん。そうだね。そう、指でしかグリップは握ってません。ほんとだ、うん。俺全然握ってた。ここ握ってないからね。ほんとだ。余してる。こう。ここをこうやって寄せんのね。うんうんうん、だから、高校生の時から、このタコが取れないの、ここ。はいはいはい、そう、寄せてるから。うん、こうやって。こうやってね、こうやって、そう、ここにね、あのちっちゃい動物だったら住めるんだよ、ね、で、で右も部屋は空いてるから、うんうん、空いてるんだ。うん、で住める、ここはそう、ここのシワができるとこあるでしょ、うん、にちょうどここがはまるの。へえ、あ本当だ。こうやって、なるほどね。そう、こうやって握ってますよ。へえ、グリップ。スカスカなんだけど。うん指の密着度半端じゃない。あ、そうなんだね。そう。やばいよ。それあれなの？これ言っていいのか分かんないけど、フィンガーの方がいいんでしょ？フィンガーの方がいいな。どっちもあるっつったら、うん。あのね、圧倒的にフィンガーの方が多いっていう感じ。あどっちいいとは言わないけど、うん、フィンガーの方が多いからっていう感じ。ってことはみたいな。ああ。ちっちゃい方ではないと思うの、手は。うんうんうん、グローブもね、新品だったら、うんぴったりサイズは26ぐらい、うん、だけどそれを23をしてるんだけど、うん、でも指だけで握って、うん、下巻きテープも1回巻きで打ってるわけよ、うん、だから大きいのがどうのとかっていう感じじゃないんだよ、ね、あそうか、うん、グリップの、まあ、握り方や例えばフィンガーで握るんだったら、うん、やっぱりグリップは細い方がいいよね太い方がいいよねとかパームで握るんだったら太い方がいい細い方がいいってそれだけでも全然違うんですよなんで自分の握り方にマッチしたこのグリップ自体をこう選ぶのもすごく大事だしいろいろこうマッチングってあるんで、うん、本当にいろいろ試してみるのはおすすめします本当にじゃあ練習場でですねいろんな握り方をやっていただいて試してみてくださいであごめんなさいこれちょっと最後言い忘れましたがパームで握るポイントは斜めに握ります手に対してでフィンガーで握るのは90度で握りますこれはまあ一応決まりはないですけど、うん、基本知識として覚えておいてください。はい、
で今回はですねグリップの握り方について動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。